今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。この時間は AS ローマ対バルセロナ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はローマのホーム、スタディオオリンピコ。熱狂的なロマニスタの声援でチームの士気は高まります。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームシュート、いやー先制、バルセロナ立ち上がりから早速ゲームが動きます。いやいきなりですよ。このゴールシュートも見事なんですが、その前のタッチも良かったですね。そうですね、シュート、ここは必死の守備を見せます。いや素晴らしいですね、読んでましたかね。ローマとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。クリアです。ミドル、キーパー止めた。メッシ、さあメッシ、メッシからムバッペ、いや展開早くなってましたね。ロベルト・カルロス、カーカー、ベルカンプ、スペースへ、どうだ、メッシ、これはキーパー、ロベルト・カルロス、カカ、奪い返します。さあカウンターのチャンスになります。バルセロナがこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。こう序盤でリードしてますからね、非常にいい形で試合に入った。シュート、ダシーです。やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。見事なプレーでチームを救いました。ローマは2本目のコーナーキック。ちょっと小さい、ロベルト・カルロスから右へ。さあローマコーナーキックが続きます。ローマは3本目のコーナーになります。あ、ダメだ、狙った、惜しいシュートです。狙っていきますよね、まあ、密集しているゴール前なんかはこういうのは非常に有効ですよね。キーパーが弾いてセカンドボールって可能性もありますからね。狙ってからメッシ、セードルフ、右サイドへ振って、うわ展開速くなってきましたね。抜けてくる、中央へ、ボールを奪いに行きます。ドリブルで仕掛ける、さあカウンターを仕掛けます。自分で行く、
これを読んでいた。ローマは4本目のコーナーキックです。ポーランド、ポストの左です。いや、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。ポーランド、この高さはやはり脅威になります。このボール奪いに行きます。グバルディオル、アレクサンダー・アーノルド、ファンニッセルローイへ、ファンニッセルローイから左へ、いいボール入りますよ。抜けてくる。ベッケンバーは、さあ一気にカウンター。ここはドリブルで上がるメッシ、ここをかわした。メッシゴールのところのパス、シュート。スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。バルセロナ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。さあ左サイドへ上げてくる。どうだ、ボールはクリア。ここはカットします。メッシ、ここですね、スルーパスを出す。これは合いません。ジュール組んで、これはファールです。グバルディオル、浮き球でサイドへ。さあファンニッセルロイ、絶好の位置で受ける、シュート。これは惜しい。ベルカンプからメッシー、カウンターですよ。ムバッペ、ムバッペ、ロベルト・カルロス、これはよく止めました。セードルフ、カカ、スピードアップしたいですよ。ここはスルーパス、メッシー、シュート、きた、追加点、バルセロナ大きな追加点。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあバルセロナ、得点を重ね2対0という展開。バルセロナとしては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。なるほど、これもファウルですもんね。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。 AS ローマ対バルセロナ、バルセロナが2対0とリードして後半を迎えます。後半スタートです。メッシー、ここはつながりません。アレクサンダー・アーノルド、ロベルト・カルロス、ベッケンバーは
ファンニステルローイエ、ドリブルで仕掛ける、裏へ出るか、抜けてくる、絶好の位置、シュート、決まった、追加点、バルセロナ点差は3点、試合が決まってしまうのか。見事なラストパスからのこのゴール。そうですね、こういうチャンスシーンは試合で何回も作れるものではないですけどね、見事な流れでしたよね。お互いのゴールへの意識が生んだ1点ですよね。さあバルセロナ、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。ロベルト・カルロス、このパスを受けてメッシが、北澤さん、昔に比べて実力大きく伸ばしましたね。そうですね、まあ、このチームに来てから成長しましたよね。存在感のある選手になりましたよね。ロベルト・カルロス、いいボールだ、ファンニステルローイに渡る、ここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。さあバルセロナビッグチャンス、ここで突き放すことができるのか。シュートはバーの上にそれました。ムバッペ、左から上がっていきます。またファールか。注意に終わりました。バルセロナがここで選手を変えるようです。ポーランドから左サイド、さあつながるか。さあムバッペ、どうだこのシュート、ベッケンバウアー、ロドリカットに行きます。組み手も早いですよ。ローマとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、うん、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うという。クライフト、レデスマのセーブ、セカンド拾えるか。相手は高さありますからね、足元を入れていくのも一つですよね。どう打開するのか見ものです。ここも固い守りでボールを奪います。ロベルト・カルロス、ジェラード、もう一度組み立てます。裏へのスルーパス、ガシージャス、飛び出しての対応です。これは奪い返します。ここは奪います。バルセロナカウンターを仕掛けます。カウンターだ、裏のスペースを狙う、おっといいボールでしょ。ロベルト・カルロスからムバッペ、さあここでカウンター、アレクサンダー・アーノルド、スルーパスを出す、右サイド上がっていく、
これは届くか。クライフォー、レデスマのセーブ。枠を捉えた形。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。決定機を阻止しました。ヘッドだ。決まった、追加点。バルセロナのゴールで移籍後20ゴール。まだまだ決めてくれることでしょう。プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。相手からのプレッシャーかけられてましたけど、落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われない。シュート、アシージャスのセーブ。これはよく止めました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが。シュート、しっかりとミートした。スピードのあるボールでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。いいプレッシャーです。インターセプトを狙う。アレクサンダー・アーノルド、ここは読んでいました。ロベルト・カルロスからの長い縦パス。ポーランド、ここからカウンター早いでしょ。ムバッペが受ける。ロベルト・カルロスへ。ロベルト・カルロスからホーランド。バルセロナ、カウンターを仕掛けていきます。いいとこありますよ。ラを狙っていきます。ボールはメッシへ。お、いい形。シュート、追加点。バルセロナ容赦ない一発。素晴らしいボールコントロール。ボールがゴールに吸い込まれていきました。これは綺麗なシュートでしたね。しっかりカーブをかけてイメージしたコースを狙っていきましたよね。素晴らしいテクニックですよね。シュート、ここはキーパーしっかりと抑えます。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。裏へ届くか。メッシへ。体を張ります。ロベルト・カルロス、手元の時計3分を切っている状況。自分で行く。頭、いい反応。いやー、よく反応しましたね。いやー、期待したいですよね。一緒の一発。シュート、キミッヒ、上がっていく右サイド。柔らかいパス。アレクサンダー・アーノルド、このボールをカットします。スペースを使う。ジュール組んでスペースを狙う。いいボールですね。ジュール組んでからムバッペ、こぼれてる。ボールは負けれれ。どうだ、シュート、ダシージャス。これはよく止めました。ローマとしては意地見せてほしいところですよね。ヘディング、こぼれた。おっと、ゴールライン終わったところで長い笛。5対0、バルセロナ完勝です。見事に勝ちました。